私、ひどい人間なのかもしれません。私は、あくまでエリゼの代わりであろうと思っていました。親友であるエリゼの大切なお兄さんだからこそ、リーンさんを支えたかった。でも、エリゼも知らない、リーンさんのことをいろいろと知って、あの子に申し訳なく思いながら、それが嬉しくて仕方ないんです。それどころか、もっと、もっと知りたいとさえ思ってしまって、親友、失格かもしれませんね。私ばっかりだなんて、もうこうなったら知りません。再会できたらエリゼにも思い切って打ち明けて夜通しでも話し合って、そうだ、共同戦線というのも悪くないかもしれませんね。ですからリーンさん、明日は何があっても絶対に生きて戻ってください。もちろんエリゼも一緒に。